あれ、あ、どうも松本君、こんにちは。何をしてんの？今グローブの手入れをしてました。手入れしてんの？はい。これはどんなオイルを使ってる？僕使ってんのはローリングスさんの男前上等。男前上等。あ、そうなんだ。っていうやつ使ってます。使ってんだ。結構、なんていうんですか、馴染むのが早くてベタベタしにくい。あ、そうなんだ。はい。で、結構ツヤが出るっていうんですかね。キラキラしてるよ松本君。はい。キラキラしているよ。輝いてますか？輝いているよ。僕の明るい未来のように。ちょっとやめてください。それちょっとカットで。それカットで。それです。今のカットでお願いします。それ NG です。それはカットでお願いします。はい。なんかめっちゃかっこいいけど。はい。これ既製品？これはそうですね。既製品です。ジームス。ジームスで。ちょっとあんまなんですかね。あんまり見ない形というか。そう。L 字っていうような感じの形です。全然見ないグローブやこれ。そうですよ。かっこいいよ。これ軟式用？これ軟式用です。そうなの。はい。いくらぐらいしたんか？22,000円ぐらいだったと思いました。あ、そうなんだ。はい。確かに過去に翔平 TV の動画に160キロビタ止めとかあったじゃない。ああ、ありましたね。あの時使ってたもん、ね。これ使ってました。はい。そうだよね。その時使ってました。そうね。はい。これがいたから取れました。そうだよね。疑問に思ったんだけど、はい、キャッチャーが片付けをするなんか動画ってあんま俺見たことなくて、あの。普通のグローブならさ、はい、大井チャンネルの大井くんとかさ、まあ、クーニーさんとかゴリスポくんとか、はい、出してると思うんだけど、内野手とか外野手とか、はい、キャッチャーってなかなか俺は見たことないなと思って、そうですよね、思って、はい、ちょっと聞きたいんだけど、はい、キャッチャーの方って大体みんな一緒なの？いや、違うと思います。全然違う。はい、あのプロで言うと、あのソフトバンクの甲斐選手とか、あと今ジャイアンツに行った、住谷銀次郎選手とかは、あの畠山のあの何ていうんですかね、ポケットが浅くてちっちゃいコンパクトなミットを使ってるんですよね。だからなんかどっちかというとこう当て取りじゃないですけど、取ってからすぐ握り替えをできるようにっていうミットを使ってる。で、僕の場合はあので大きくて深いグローブを使ってます。どっちかというとピッチャーの球をしっかり取ってあげるというか受け止めてあげる。で、大きい方が的にもなりやすいので、僕はそっちを選んで、選ぶところのポイントとしてはですね、キャッチャーをやる上で、はい、キャッチャーミット選びはまずはそこから。そうですね、どっちのタイプなのかっていう。なるほど。ちっちゃくてこうハンドリングを効きやすくするのか、まあ、僕みたいに大きく、まあ、ちょっとこう、まあ、なんですかね、ちょっと広い面で取ってあげる、ピッチャーのために、はい、しっかり取ってあげるっていうことがキャッチャーとしては大事だと思うんで、うん、まあ、スローイングも大事ですけど、僕はそれ二の次だと思ってて。なるほど。どっちかというとしっかり取った、まず取ってあげるみたいな重視してる。なるほど、はい、松本君の肩付け、はい、肩ですね、はい、的にはどんな感じに肩をつける、はい、僕はこういう感じで取るんですけど、あ、まず最初にあの買った時はこれジムさんのやつ先になんか湯もみをしてくれて、おうおう、でそこから発送するらしいんですよ、このグローブは。だから届いた時にはキャッチボールができるレベルまで柔らかかったんです。あ、なるほど、はい、ガチガチじゃなかったんです。でそこから僕はバッティングセンターに行ってひたすら速い球を受けてました。まあ、オイルを塗って受けて、オイルを塗って受けてっていうようなことでひたすらもう実践で肩をつけてったっていうような感じでやりました。そうなんだ。保管方法ね、はい、このなんていうんですかね、ちょっと大きいソフトボールぐらいの球を、うん、まあ、入れて、うん、で閉じて、僕は結構しっかり閉じる、こういう感じで閉じる、おー、しっかりつける、しっかり閉じる、しっかり閉じて、でそれでバンドで縛っとくっていう感じで僕は保管をしてます。こんな感じですね。そうなんだ。なるほど、はい、そうなんだ。あとはもう使ってって自分の肩にしていくっていうようなイメージで、あんまりこうバン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 やったりっていうのは正直してない。してないんだ。はい、どっちかというと試合とか練習で肩をつけていく。あとはちょっと実践派だ。はい、まあ、ちょっと僕はここをちょっと折るような感じでやりながら、はい、あ、手入れ中にごめんね、なんか話。いやいや、大丈夫。すいません、すいません、なんか、はい、なんか逆に聞かれたことなかったんで。本当にちょっと、はい、よく答えれたかどうかよく分かんないですけど。いやいや、もう十分ですよ、はいはい、俺も全然知らなかったんで、はい、勉強になりました。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、このジームスいいと思ったら、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。はい、以上松本くんでした。ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。
尽きるのさ、磨き抜いた綺麗